今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス略して、たまりらさん、え、先週からですけども、はい、お帰りなさいませ。ただいまでございます。良かったです、無事に帰ってこられましてね、で私はですね、実はこの放送というか収録のすぐ前直前に大村さんからその上井野のお土産をいただいたんですけれども、はい、これあの見てないとね、映像がないと全く分からないと思うんですけど、今私と大村さんは実はお揃いの T シャツを着ておりまして、私がベースが白で、私がベースがベージュ。ちょっと待ってください。二人合わせてみたいな、なんかコンビの紹介みたいになりました。コンビの紹介やん。グレーです。グレーです。ベージュ。色の感じが分からないじゃん。グレーです。あ、グレーです。グレーです。でですね、なんて言うんでしょう、これあの、レゴみたいなね、ちょっとこう、お子様用の、キャラクターみたいになった。うん、はい。今までの海外の超メジャーボーカリストですね。ちょっとデフォルメされたイラストで、9体ですね。いるんですね。フレディ・マーキュリーからマイケル・ジャクソン、プレスリーとかね。プレスリーとか、プリンスとか。プリンスとか。キスの何やらいう人とか。書いてるやつを私いただきまして、今日は大村さんと二人でですね、色違いの、同じね、T シャツを着ながらお届けしてるわけなんですけれども、その大村さんが歩いた上井野800キロを、2年前も、同じように、そして今回も一緒に歩いていた、先週ぐらいですね、の放送にも登場していただきました、今週も先週に引き続きたまごちゃんに来ていただいております、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまあ前で言いますけど、たまごちゃんというのはあだ名ですよね。あ、そうです。人間です。人間ですね。生卵です。そうです。今日も私たちから見ると生卵です。で今日このたまごちゃんはですね、私たちのまあ T シャツは違ってちょっとグレーの、何ですかこれは。これあの秋の装いです。はい、ありがとうございます。ということで先週はですね、大村さんがもう本当に急遽、私からしたらね、帰ってきてないと思ったら、急遽帰ってきていて、まあ、収録をしたという感じだったんですけども、今回はですね、その上井野で多分得たものであろうグッズをですね、大村さんが持ってきてくれてるんですけども、これをですね、せっかくですから、そうですね、見てみたいなと思うんですけど、いくつかあるんですけど、これですね、これクレデンシャルっていうんですね。クレデンシャル。クレデンシャルって言って、言ったら巡礼手帳。手帳ね。手帳のようなものです。はい、で、これは歩き始めるときに必ず発行してもらわなくちゃダメなものなんですね。で、これがなければ、巡礼者とは言えないんです。あ、じゃあもう歩いてる方はみんなこれを持って持ってる。なんかこうパンフレットみたいな、ちょっと小さめのパンフレットみたいので、真っ白い紙ベースで、右左とこう折れて、蛇腹になってるやつです。で、そこには名前と住所と、そしてパスポート番号が書かれていて、どこで発行したのかっていう示しがあって、印がありまして、で、あとはその泊まったとこ通過していった、宿泊所とか飲んだバーとか、食べたレストランとかで全部レストランとかも押していってもらうんですね。ハンコを押してもらってるんですね。でどうしてハンコを押すかというと、その町に確かに行ったっていう証なんです。しかもね、いろんな色のね、いろんな形のね、そうなんです、面白いスタンプいっぱいある、これかわいいでしょ。これなんで、これ何ですか。これはローなんですね。ローラ、ローラってローラーやんか、それなんかね、インスあのプリントじゃない、全然拾えへんかったね、今ペッタンしてるやつの中に、こう凹凸のあるね、そうです、銅を垂らして、そこに印鑑のようなものをギュッて押すと、その絵が浮かび上がるわけです。そこに紐で貝殻、これは上井野のホタテ貝が上井野のマークなんですけど、それをあしらった、まあ、ペンダントのちっちゃい先っぽみたいなやつがついてると。これすごいおしゃれ、おしゃれ。ロウを垂らして上からドンってやると、この凹凸のあるスタンプになるんですね。そうなんですよ。これ皆さんよく手紙に、欧米ってそうですよね、手紙の封印にするものですよね。 あれロウなんですか。ロウなんですよ。ロウなんですね。ロウな
そうですか。今いやーすごい、ええ、かっこいい。ああの手紙のやつこういうことなんだ。そういうことなんですよ。はい。でもコロナもありますし、ええ、もういろんな色の、ね、いろんなものがあってね。でこれがちょっとごめんなさい1個だけ見ていいですか、ええ、どうぞ。この緑色の印鑑って、ええ、これあれじゃないですか、ムーミン出てくるミーじゃないですか。ミーですねこれね。だからミーホタテがミーのスカートがホタテの、うん、ホタテになってますよね。似てるからや。いやこれかわいい。ね、本当にミーかどうかわかんないですけど、見た感じもミーですね。ミーですね。かわいい。これどこなのかな。すごい。これを全部押すんですね。で、ここはね。あ、裏側も。裏側もある。わー、すごい。800キロですかね、なんたって。すごい。それで、これ1枚では足りずに2枚目も。あ、ほんとだ。それなくなったよって言ったらもう一個くれるんですか。あ、これじゃなかった。あるんですよ。はぁ、すごい。いや、これはいいですね。いや、すごいすごいすごい。でこれがあるから、あなたは、どこから歩き始めて、確かに途中経過ずっと歩いて、うん、サンティアゴ・デ・コンポステーラまで来てるよねっていうことを最後その事務局の人がこれを見て調べるんですよ、うん、なるほど。日にちとかも見てね。いやこれはなんかちょっといいですね。なんかテンション上がる。そうなんですよ、うんうん、でその結果いただける。来ました。今卒業証書の筒を出してきましたけれども、はい、これです。これが、うわ、まあ、巡礼証明書というんですかね。まさにね、日本でいうとこの賞状みたいなやつです ね、ですね。横書きではありますけど。で、名前が書かれて。あ、新吾大村って書いてますよ、はい。本名なんですね。本名ですね。わ、はい、かりました。で、2019年の10月の6日にサンティアゴに着きましたねと。はぁ。サンジャンピエド4から歩いてますよ、うん、はいはいはい、っていうことが書かれてるんです。これすごいですね。これはすごい。なんか やった感というか達成感ですね。そうなんですね。っていう、まあ、その筒に入れないでやっぱこの辺に貼っといた方がいいんじゃないですか。まあね、そう貼っといてもいいかなと思うで、前回のやつもあるわけですね。前回のやつもありますね、うん、これはすごいわ、それでちょっと今回とはちょっと違うんですけど、はい、まあ、僕サンティアゴも歩いてるし、うん、熊野古道も歩いてるんですね。熊野古道、はい、熊野古道とサンティアゴ・デ・コンポステラの道っていうのは、うん、兄弟姉妹巡礼路なんですよ。提携しておりまして、はいはい、でこれはいい、ね、熊野のヤタガラスと、はいはいはい、こっちはサンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼の、貝柱、はいはい、貝柱ですよね、ホタテ貝、ホタテ貝の、両方歩きましたよっていう証明書。巡礼達成って書いてますよ。そうです、うん、うわかっこいいな。でこれは僕去年の11月29日に熊野歩いた時に、はいはい、うん、サンティアゴでコンポステラ歩いたよっていう証明書を持っていくとこれを発行してもらえるんです。いやすごい。これもやっぱり貼っといた方がいいですよ、うん、ね、これは発行は、熊野の熊野大社、本宮大社の久喜宮司の発行だと。正式に認められてるわけですね。というね。太鼓を叩かせていただいて、ね、そうですね。これ歩いたら、じゃあ太鼓叩いてくださいって、2つの巡礼路を歩いたよっていう印に、うん、熊野本宮大社で太鼓をドーンと叩かせて。叩いていいんです。叩いていいんです。それは両方歩いた人じゃないと、叩けない。叩けない。すごいですね。これはやっぱりもちろんね、歩いたことは分かってるわけですけど、うん、この現地の印鑑がいっぱい押されてるとか、こういう証明書っていうのはよりこう真実味が出るというかね。そうですね、達成感がね、感じますね。でこういうのもありましてね、これ何でしょう。これはね、サンティアゴでコンポステラテラに訪れたよっていう、へえ、これ縦型の今度症状みたいなね、なってます。でこれは別に歩いてなくてももらえるんです。もらえるんですか、ね、へえ、いやすごい。やっぱりいやね、言葉でね、例えば今そういえば小村さんが800キロ歩いてますよって言うだけでも、ええ、みんな800キロってやっぱこう聞き返すぐらいの、うんうん、えらい長い距離なわけですよ、ええ、でそれをもう歩いてきて、こうやってやっぱこのものをね、歩かないともらえないものを見ると、ええ、すげえなってますよね。2回も行ってるんですから。2回行ってますね。それどうですか、もう今2回行きましたけど、さすがにもう3回目はいいかなって感じ。来年行きます来年はね、100短い118キロかな。また行くんですか。また行きます。
それ卵ちゃんどうします？それまた行きますって言ってますけど。ねえ、行きたいですね。卵ちゃんも、まあ、前回の2年前も歩きました。で、今回もまた歩きました。はい、で、また次も118キロ歩きたいって思うのは何なんですかね、それ。本当に、その、ハマってしまうんですね。歩くということですか？歩くたびに、うん、まあ、私は2年かけて800キロ全部歩いたんですけれども、うん、ね、はいはい、なんか達成感とともに、うん、あ、また歩きたいなっていう思うんですか、終わりの始まりみたいなそうです、21世紀少年みたいな気持ちになるんです。急になんかすごいかっこいいこと言い始めましただけどこっちの例えばね、その2年前に上野行く前に、うん、普通にこちらで日本で生活してる時に歩くのが好きだったとかそういうことは別にないんですか？あ、特に普通、はい、普通に皆さんと同じだと思います。で、一番最初にじゃあ小村さんがそう上野行くよって言った時も行こうと思ったわけじゃないですか。あ、はい、それはやっぱりなんかこう歩きたいなと思えたってことですね。あ、そうです。上野のことを十数年前に知って、はい、おお、知ってたんですね。いつか行きたいと思っていたんです。そうなんだ。それで行かれるって話を聞いて、ね、はい、はいはいはい、来ますっていやーすごい。なんかこれね、今なんで聞いたかというとリスナーの方たちでこれを聞いててですよ、今のこうね症状を見て、うわ、私も行ってみたいって思う人がね、もしかしたらいるかもしれないじゃないですか。多分いらっしゃると思います。はい、だからそれ来年もし大村さん行かれるんであれば、うん、もうここのたまりら経由で私行きたいですっていう人がもちろんいていいわけですよね、うん、もちろんもちろん。いや、それでまあ先週お話ししてもらいましたけど、とにかくその大地を感じながらずっと歩いていくことによって、なんかこう、まあ、地球と会話じゃないですけど、うん、この都会ではあんまり味わえない感覚が、まあ、歩いてるうちに味わえちゃうということですよね、うん、絶対そうなると思います、誰もが、うん。昔はずっと歩いてたわけじゃないですか。そうですよね。ね、車とかそんなんなかったわけですから、うんうんうん。で、きっとね、昔の人の方がもっとに今の人間よりも早く歩けてたと思います。ああ、そうですね。だと、だってそれって、江戸末期、うん、明治の初めぐらいまで、うん、ずっとみんなそうですよね。だから、そうですよね、幕末の時に、うん、西郷隆盛や坂本龍馬や、うんっていう人たちが土佐や鹿児島から東京に来てということを、彼ら短い期間で何往復もしてるわけですよね。そうですよね。あれ飛行機も何もないからね、自分の足ですから、みんな確かに相当早いですよ、相当早いですよ。戦国時代にしてもあれだけの何万っていう人たちが動くわけですよ。そのそうですよね。でそれを考えるとね、うん、昔の人らすごいですよ。輸送部隊ないんですよ。で、食料も持たなあかんわけやし。そうですよね。ええ、それどうしてたんだと。なんかそんなね、持ちやすいリュックとかもないですよね。ないですよ。しかも、あれって全部鎧とか持ってるんですよ。戦国時代やったら。いや、ちょっと待ってください。そしたら今の人だいぶ軟弱じゃないですか。だいぶ軟弱ですよ。江戸末期の時の、明治の初めですかね、うん、日本の町の風景の写真っていうのが残ってまして、うん、はい、その驚くべき写真があるんですけど、うん、女の方、うん、ご婦人が、米俵を両肩に乗せた写真とかあるんですよ女の人ですよね。でその人たちはね、みんなね地下旅みたい。あ、そうですか。うわ、たくましい、ね、だから本当はできるんじゃないですか、うん、そういうことがね、いや便利になりすぎてますね、うん、これ前回そのね、旅で歩いてその歩き方を変えていくとか、その地面の凹凸が分かるような感じ方をするって言ってましたけど、それが私がこのね、LINE とかでどんどん人間関係のこう表向きは仲良くやってるようだけど、はい、結果的には気迫になってるみたいなの、はい、もうその今の話聞くともう全部それですね、多分きっとね、うん、それであと、まあ、上野で特に、うんうん、さらにいいのは、はい、他の言語を話す人たちとまた交流するっていうことですよね、うん、ちょうどねこのタマリラをこう国際ツアーで喋ってる時もいましたね、ええ、
チェリーさん。チェリーさん。ね、フランスの方ね。そう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 。もうあの、ホタテ貝のこうね、タトゥー入れてるような。うん、あ、そういう人とかね。そうそうそう。本当にね、あの、もうなんか、だいぶ多くの国の人たちと、うん、まあ、話をしたりとか、まあ、こんにちはだけの人も、もちろんいるし、うん、長い間2日も3日も一緒に歩いた人もいたりするんですけど、本当に多くの国の人たちと、うん、あの交流しますからね。今なんか顔見えないで SNS 上だけでね、よろしくお願いしますで、なんか日々のやつ見てるうちに仲良くなったような気持ちでいますけど、まあ、言ったらそんなにコミュニケーションが言葉で取れなくても一緒にいて歩いて笑ったりしてっていうことができるわけですもんね。これまさに息吹なんですよね。息吹を感じるんですよ。その外国の人と一緒に歩いてたら、だって隣で坂道やったら、はあ、とも言うし、でなんかいい感じやったら鼻歌みたいなのもあるし、まさにもう本当に魂と魂の息吹を感じるみたいな。ちょっと曲できそうですよ、息吹ね。いいことでしたでしたね。ちょっと喋ったらもう全部持ってくよね。すごいですね。唯一の満塁のチャンスでホームラン打ちましたね今。すごい、何にもないところからね、ただの感想ですもん。だってもう無から無から無からホームランが生み出したら、ね、まだピッチャー投げてないですよ、だって何やったらもう自分でノックや。自分で上げた球ホームラン打ってもう1点っていう、うん、素晴らしい。何言いかかった今の素晴らしいは。自分の。いぶきです。いぶき。曲。いや、曲、なんか深いじゃないですか、やっぱり、ね、いぶき。いや、そうなんです。やっぱその人の喋るでもなく、その息遣いで、疲れてんのか楽しいのかも分かるし、うん、言葉なんてもう極論なくても、うん、もうそのいぶきで会話もできるんだというぐらいの、曲のイメージが、うん、わー出てきましたか。出てきましたよ。そう、でも今回ね、あの2年前にはその神の歩きながら、あのいろんな曲を大村さん作ってね、もうちょっとあの替え歌ではありますけど、名曲が何曲か生まれましたよね。イミテーション矢印、ね、わざとぼかしたんですけど、イミテーション矢印って素晴らしい曲が、宇崎竜斗さんの曲ですけど、歌詞は大村慎吾さんたちでね、いい曲ができましたけど、今回は出来栄えはどうですか。まあまあなんじゃないですか。まあまあ、それどっかで聞けるんですかね、それは。どっかで聞けますよ。ライブかな。11月の2日に。あら。あら。これね、多分今日が2日です。この放送が。じゃあ終わってるな。終わってるな。あ土曜日ですもんね。前回お話ししてた間に合った、ね。前回お話したら間に合いましたね。まあでもせっかくラジオがこうやって毎週あるわけですから、まあどっかでやっぱりね、あの披露していただいたらいいと思うんですけど、今日せっかくたまごちゃんもここにいますし、一緒になんだったらこう歌ってたわけですよね。一緒に歌ってた。でも私は笛吹いたりしてたわけ。あの歌ってらっしゃったのは小村さんでした。じゃあ、まあ今歌わないにしても、たまごちゃんなんか覚えてます？小村さんが歌ってた曲。Wi-Fi 欲しいとか歌ってらっしゃいました。おお、なんか名曲ありますよ。もうちょっといけますよ。あとは、はい、あのパエリアの歌とかも。パエリアの歌？うん。パエリア食べたい。一緒のメロディ。一緒のメロディ。Wi-Fi 欲しい、パエリア食べたいって同じメロディ。あれ1番と2番ですかこれ。同じ曲なんですか。どうでした、違う曲です。Wi-Fi 欲しいとパエリア食べたいって今同じ曲、ね、同じメロディーでした。さすがミュージシャンね。すっと分かるもんね。それでも分かる。すっと、さすが。そうだったら嫌だなと思って聞いてたからすぐ分かりました、ね。同じメロディーでした。まあ、それはちょっとじゃあまた塊次第ね、はい。ぜひ。皆さんに聞いていただきたいと思いますけど。まあ、11月の2日は、まあ、今日なんですよね。ちょっと今日はイベントこのまま来てください。間に合わないかもしれないですけど、また、それは機会を持ってね、皆さんに聞いていただこうと思いますけれども。なので、まあ、ラジオの方はこんな感じで、ひとまず無事にですね、先週、今週と、まあ、そのお話聞きましたけども、たまごちゃんも同様帰ってきました。はい、帰ってきましたと。ありがとうございます。元気に帰国しておりますので、また来週以降ね、私と大村さんだけになるか正常放送になるといいんですけども、
タマリラの一応ね、タマは魂の玉なんですけども、ね、今週先週とタマコちゃんの玉でお届けいたしました、ね、また来週どういう風になってるかもちょっと皆さんありがとうございました。ちょっとだけ早かった、ちょっと早かったね。来週どうなってるか楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということでラジオの方はここでさようならでございます。皆さんまた来週です。さようなら。はい、はい、ということでもうあとはもうタマコちゃん緊張しなくて、あ、よかった、ね、YouTube あとちょっとだけですから、あ、もう何喋っても大丈夫です。あ、大丈夫ですか。やっぱりね、いや社会的やわ。今回は綺麗にちゃんとまとまってよかった。いや今じゃあこう黙ってくれてたわけですか、日本で、はいはい、日本弁なんですね、まあ、言ったら日本弁ちゃんと撮ってますから。そうなんです。1回目で、1回目で見事に同じフレーズ言ったね。そうでしたね。さっきの歌ですよ。さっきの歌です。あれ、うん、あれパエリア食べたい、ドワイファイ欲しい、うん、あれパエリアはどんなメロディーでしたっけ。パエリアは、パエリアは違う曲ですよ。あれメロディーラインは、パエリアがお好きでしょう。あ、そうだそうだ、そうだ、もう少し全然違いましたね。食べましょう。そうだそうだ、そうなんです。あ、基本だから何か有名な曲のそうですこうカバーですよね。Wi-Fi 欲しい、分かりました、うん、え、ちょっともう一回黙っちゃうじゃん。 Wi-Fi 欲しい、これ全然合ってないですよね。そのなんかこのパチンが合ってないことによってメロディよりもそっちが気になってですね、全然音が入ってこないんです。そのパチンやめてもらっていいですか。分かりました、分かりました。Wi-Fi 欲しい、 Wi-Fi 欲しい、何でしたっけ、もっと吐いて私Wi-Fi 欲しい、 Wi-Fi 欲しい、電波のすべてが欲しい。高橋真理子さんの名曲 For You、 はい、てんてんてんでございます。 For You といえば宇津雄一、宇津雄一といえば For You。 そっちはイコールにならないですけど、For You 高橋真理子さんの名前で検索すると YouTube で私今日の時点で8番目に出てくるらしいです。嘘、高橋真理子さん、高橋真理子さん、ずっと高橋真理子さんいるのに、うん、8番目に宇津雄一、うん、わすごい。また9番目の高橋真理子さん、あらららら、すごいね、すごいですよね、うん、そんな For You ですよ。 For You、 For You はね、もうフルコーラスで歌詞つけました。出た、いい歌なんですよ。あ、本当ですか、うん、でさっきの高橋真理子さん、もうちょっとキー上でしたよね、だからね。あ、じゃあ今度ちょっと Wi-Fi 欲しいじゃなくてボイトレお願いします。うわ、嫌です。ええ断ったことないですけど嫌です。お願いします。 Wi-Fi 欲しいよ。それを For You に乗っけて、 For You に乗っけて、そしたらこれパチンいらないですよね。あ、でもね、これでね始まる音楽もあるんですよ。お、もう一曲。お、何何、大村さんに合図出してるこれ、あの、あるんですね、そういう歌が。じゃあ、お、じゃあ、じゃあ、これリアル今歌うのこれ。あの、これ、これはね、あるんですね。花歌で。本当にあるんですね、この、これである。花歌で。オリジナル。オリジナル？オリジナルです。花歌でって今どういう意味で花歌でって言った？いや、ベールに包んどいた方がいいのかなって。あ、歌詞とか言わずに。言わずに、コーチと。あ、そう。うん、サウンドの部分だけ。リズムだけじゃ。リズムだけ。じゃあ、じゃあ、やってよ、じゃあ。卵、卵じゃない？リズムで。おお。ちょっと遅くなりましたリズムが遅くなっちゃいましたけど、これ肝ですよね。だってこれがずっと鳴ってるところに歌うのに、歌わなきゃいけない、ね、こっちが遅くなっちゃったら何にもならない、ね、そうですよね、ええ、そうです。なんかいっぺんに2つのことがどんどん、ね、やめたらいいですあ、そうだそうだパッチン、パッチンやらなかったらいいですよね。面白いな。お、始まってですね。オリジナルで、あのブルース、ブルースですか今。結構陽気でしたけど。あ、陽気でした。陽気でした。ちょっと、ちょっとキーが違った。行きましょうか。おお、来たや。平野ひろ子は淡々と歩く。
平坦な道なら淡々と歩く、登り道なら足取りも重く、下り道ならぴょんぴょん走る。平野広子は神のを歩く、人呼ぶ彼女は下り坂の女。おお、いい歌です。これもう下曲も下曲、うん、みんなのやつ作ったんです。あ、すごい。そうなんです。たまごちゃんのもあるんですか。た、たまごちゃんは宮島明子ね。宮島明子さん、はい、宮島明子は、宮島明子はボケボケ歩く。何やったかな、ボケボケ歩く。地名や時間はきっと間違える。空港に着いたらすでに飛行機は飛ぶし、髪の歩けばくねるボケる。あら宮島明子は髪の歩く、人呼ぶ彼女はズレズレの女。おお、その人呼ぶ彼女のところちょっとキャッチーですね。どうでしょう。いいじゃないですか。小山由紀子さんも。あ、小山由紀さん。由紀さんも。はい。もう行っちゃいましょう。そしたら。小山由紀は次々歩く。お金を見つけたらお金を積みに行く。お金がなくても草原に入る。木陰に隠れて小山みゆきは神のを歩く。人呼ぶ彼女はすごい。いい曲ですよね、メロディー。同じようなものを見続けたらね、もしかしたら退屈感出るかもということで、うん、こうリスナーに聞かすっていう高度な技使いましたよね。そうなんですね。いや、そうですよ。技です。おー、これは素晴らしい、うんうんうん、いや本当にキャッチーな曲でいいじゃないですか。そうなんです。いい、なかなかいい曲できたなと思って。これね、もしかしたらこう歩いてるうちに、うん、まあ、あんまりこういろんなこと考えなくなって、うんうん、まあ、言ったらこう降りてくる感なんじゃないですかね。降りてくる感はね、うん、あ、多分ね、あると思う。いや本当にあるんじゃないかなと思いますよね、うん、あとはね、はい、もう一曲ちゃんとできてへんねんけど、うん、あるんですよ。ドンテスタバージョン、ドンテスタバーニャっていう曲。スペイン語、これスペイン語、スペイン語バージョン。意味はどういう意味ですか。トイレどこですか。なんかすごいかっこいいタイトルに聞こえますけど、でもこれなかなかいい曲でね。そうなんですか。いい曲でっていうか、もうコーラスのとこしかできてないねんけど。いいじゃないですか。それサビっていうことですか。サビっていうかね、僕の感覚ではコーラスなんです。これあれですよ、タイトルめっちゃかっこいいんで、うん、そのタイトルだけ言って歌い切って、うん、で全部歌ってから日本語ではこうでしたっていうと、うん、うあ、確かに落ちますよね。そう言いたくないのね、やっぱり僕も最後に、うん、おー、そうそう、おっしゃる通り、さすが。これでやっぱこう何人かでやりたいね、これ。あら、うん、協力が必要なんですね、うん、どんなんかと言ったらね、ドンテスタンバーニョン、ドンテスタンバーニョン、かっこいい、かっこいい。ドンテスタンバーニョン、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 ドンテスタンバーニョン。これコーラス。アンセルナスブリーワン、イスシェルナスブリーワン、アラセルナのウィファン、メルセルナスリーファン、アラリーマルリーファン、ウィスシェルナスリーファン、エルセルナスリーファン、ウィスシェルナスリーファン、エルディントラファンリン、アディントファンライ、メルセルナスラリーワン、ラムリーファン、エルセルナスファンランリー、エフォルシファン、メルレナファン
ラレフォンラレフォンエルカミノエルカミノエルカミノジャストレスラベラレフォンマロレスラファラレフォンラレフォンメロラナナフィナシェラスレラレロエルカミノエルカミノエルカミノジャストレスラベラレフォンエルレフォンエルレフォンアルレスレフォンラレフォンマロラレスラレレフォンラレレフォンすごいかっこいいです。何でしょうこれ。ほんで後ろでそれはさっきのコーラスで、で、それ入ってもらって、んー、どんざんばーにょって入るっていう。で、最終的にみんなそれ言ってもらって、うん、最後そういう意味で下で、うん、何言わすねんみたいなこと、ね。そう。あー、いいですね。できましたね。いや、かっこいいですよ、ほんと。よかった、よかった。よかった。なんでそんな熱く歌えるんですか。そすごいなんか持ってきちゃいましたね。スペインでも今のはでちゃんと再現ないできないですもん。僕再現性ないんで今のは。あ、でも即興なんですね。即興なんです。でもその方がやっぱりね、ジャズとかってもう基本があるようで、うん、もうなくてあれ即興ですから。いよいよいくつことまで行きましたね。本当に。もうこうなんかね、こうドンタスバーのなかなかやなと思ってね。いやかっこいいですよ。うんうん、それシングルで出したらどうですか。シングルで、再現性ないよ。毎回か。毎回。あ、まあでもこれをと今の撮れてるもんね。うん、初めて撮ったんこれ。ああすごい。ああ確かに。これ貴重な。結構後半盛り上がってましたよ。うん、あのちなみにあのスペイン語風に言ってるやつは、どれぐらい本当のスペイン語なんですか。100% 出たらです。うわ、タモさんじゃないですか。すごいですよね、空耳アワー。そうですね。それ耳アワーはちょっと違う。違った、うん、あのまあまあね、タモさん、ね、番組は番組ですからね。いやすごい、あの以前ね、私のボイストレーニングの発表会で、全部韓国語の中国語のアラブ歌っていただいて、まあ、本当っぽいんですけど、ほとんど違うんですね。あれもまあすごいなと思いましたけど、今のはちょっとスペインの人聞いてもなんか意味合いを見つけてくれるかもしれないですよ、ね、多分スペインの人はあれそれ今のイタリア語で言ってるのかな、うん、イタリアの人は今のブラジル語で、ポルトガル語で言ってるのか、ポルトガルの人はスペイン語で言ってるのかなって、みんなそう。確かに。でもね、本当に、ね、究極ですね、さっき言ったのは別に言語なんか何でもいいんですよ、うん、そう。なんかその時の気持ちの盛り上がりと、うん、そのメロディーと勝手に出てくる言葉でしょ、うん、もうそれでいいわけですから。なるほど。だからライブ行かないとその日の音楽を聞けないわけですから。伴奏が大変ね。伴奏はだからそうさっきのコーラスだけ、うん、ずっと入ってる CD があって、うん、あとは皆さんとお楽しみくださいみたいな、実験的 CD、うん、なるほど。いや素晴らしいですね。名曲風の匂いがしてましたけど、よかった。今日皆さん貴重でしたから、この YouTube に残ってるやつは初めて小村さんが残した。素晴らしい。第1章ってことですね、ロードでいうと。そうです、第1章ロード。じゃあめっちゃ続くやん。あれめっちゃ長いね、もうね。13章ありますから。大村さんこの曲はもう歌えば歌うほど賞が増えていくね。いやこれはすごい楽しみです、ね、楽しみ。いやでもすごい本当にかっちょいい曲でしたよ。よかったです。これずっとあのカミーノの時に歌ってらっしゃったのでご披露できてよかった。やっぱミュージシャンだから、あの曲作りに困ってるミュージシャンは一回歩いて歩いてですね。ほんまに、ね、ほんまにってとわっとつながってそれこそ降ってくる感じになると思います、うんうん。大村さん本邦初公開のカミーノでできた新曲を皆さんにお届けいたしました、はい、YouTube の方はこんな感じで、また来週でございます、はい、それでは皆さんさようなら。